聞きましょう。この手を取ってください。沖の方まで綺麗に見えますね。遠く彼方まで広がる青い海の向こうにはどんな世界があるんでしょう。よくそんなことを考えるんです。はい、会ったことのない人、見たこともない文化、気になります。それでも言葉が通じなくても心はお互いに通じ合えるような気がしているんです。いつかこの海を越えてまだお会いしたことのないたくさんの人たちに大好きを伝えたい、そんな密かな夢を抱いているんです。ありがとうございます。でもまだまだ叶いそうにありません。自分にはまだ知らないことがたくさんあって少しもどかしい気持ちです。もっとたくさんのことを知りたいし、私自身のことももっとたくさんの人に知ってもらいたいです。はい、そのためにももっと努力しなければいけませんね。ありがとうございます。あなたがそう言ってくれると心強いです。あ、ちょっと待っていてくださいね。はい、冷たいアイスを買ってきました。あなたもどうぞ一緒に食べましょう。あなたと話しているともっともっと頑張れそうな気がしてくるんです。今日の海はいつもより輝いて見える気がします。知らない世界へ飛び込んでいけるようにこれからも頑張りますね。勇者よ、よくぞここまでたどり着きました。しかし、ここから先は私を倒さねば進めません。あなたにその覚悟があるのですか？愛するあなたといえど、容赦はしません。なんて、いかがでしょう。よしこさんと一緒にセリフを考えたんです。私には似合わないセリフだと思いながらも、なんだか癖になっちゃいそうです。